第8管区海上保安本部は、北近畿と山陰地方の日本海沿岸、及び福井県、京都府、兵庫県北部、鳥取県、島根県を管轄範囲とする海上保安庁の管区海上保安本部の一つである。略称は八管、英語表記は AS リージョナルコースとガードヘッドクォーターズ。本部は京都府舞鶴しあざげ福井にあり、 株組織として4つの海上保安部、6つの海上保安署、航空基地1カ所、情報通信管理センター1カ所を有する。第8管区は山口県、島根県境から石川県、福井県境までの約1960キロメートルに及ぶ広い海岸線に特徴を持っており、日本海でも山陰地方の沖合には日本以外にも中華人民共和国、大韓民国、 朝鮮民主主義人民共和国、ロシアの多くの船が行き交っている。第8管区管内では、日本海中部海域不審船事件やナホトカ号、重油流出事故などが発生しており、これらの事件、事故を踏まえて、警備業務、海難救助業務、災害防除業務を拡充している。その他、日本海最大の工業場である、ヤマトタイなどにおける、韓国、 北朝鮮の不法漁民による排他的経済水域内の密漁の摘発、北朝鮮工作員の不法入国や、北朝鮮工作員や暴力団による麻薬、偽紙幣の密輸の阻止、若狭湾の原子力関連施設群、島根原子力発電所の警備業務、韓国が不法選挙を行っている、竹島周辺海域で、韓国海洋警察庁による、 日本漁船打砲を阻止するための警戒等も大きな仕事である。第8管区海上保安本部、舞鶴海上保安部が入居する舞鶴港湾、合同庁舎八艦は、計23隻の巡視船艇を保有しているが、主要なものを以下に挙げる。所属の PL71、岩見、PS205、浅間八艦は、固定翼機2機、回転翼機3機を保有している。 舞鶴海上保安部美保航空基地2020年6月、第8艦区海上保安本部は、同本部の係長級男性職員に言及1、5、堺海上保安部の課長級男性職員に言及、1、10の懲戒処分とした。係長級職員は2018年12月、巡視船内の居室で休憩していた部下を操打室まで、服の襟元を掴んで移動させて、 怒鳴り声で業務への姿勢を正した。課長給職員は2016年4月から2018年11月の間、複数の部下に対して暴言や必要な非難などがあったと報じられた。いずれも処分発令は2020年6月12日付である。ありがとうございます。